ダメだろ。理科室の骨格標本に紙粘土で肉付けしたら。僕じゃないです、通りすがりの法医学者では。嘘をつくんじゃない。パンツにお前のお父さんの名前が刺繍されてたぞ。いっけない、ボンミスだ。っていうか、なんで先生の顔そっくりに作ったんだよ。毎度お前の造形センスには目を見張るよ。いや、わざとじゃないんですよ。肉付けしたら偶然大文字先生の顔になったんです。100歩譲ってそうだとしても、髪型をお筆さんにする必要はないよね。先生に寄せに行ってるよね。いや、いろいろ試したんですけど、この顔に似合う髪型って七三かも悲観の2つしかないんです。こんな形で自分の意外な一面を知るなんて。っていうか、さっきから標本の方に話しかけてない？